ね、まあ起きて数分間って、まあ、脳が働かないからまあ暇なんですよ。でその時にアレクサにね、アレクサ暇って言ったら怖い話でもしますかって言われたの。は、何を言ってんだお前みたいな感じになってさ、え、やめてって言ったの。やめてアレクサ、やめてって言ったの。そしたらさ、なんか西暦なんとか半とかとかって語り始めてさ、怖い話をで、え、やめてって言ったの。でも続けてんの。だからアレクサ黙れって言ったでも続けててさ、だからアレクサ静かにしてって言ったら黙ってくれたけどね。まあ、アレクサいや私アレクサにさ偽の情報を教えてるからさ、私に対しての。マジアレクサ今あのここなどことか言ったらさ、全く別のあの住所言うようにしてるからさ、それで怒ったのかな。どんな遊びじゃないのよ。え、なんで、え、万が一配信の時に反応した時にさ、住所バレする可能性もあるじゃん、バーチャルの住所だけど。それが怖いから。そう、しかも配信部屋でもさ実は反応してて、隣がさ寝室なんだけど、私が大声出したらさアレクサ反応しやがってさ、いつ何時さ漏れ出してくるか分かんないじゃん。反旗をさ翻してさアレクサがさ大声出す可能性だってあるじゃん。皆さん、この人の住んでいるところは何々区何々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 とか、何々市何々何々町何々何々何々とかさ言ってくる可能性もあるわけじゃん。何で反応するかわからないからこそ、全部あの住所は偽物の住所を教えていて、天気はって言ってもその偽物の住所の天気を教えられる。だからあの天気予報は当てになりません。ちなみにアレクサは私の家の住所は嘘を教えられてるから、あいつ私のことについて基本何も知らないけどね。なんなら名前もあの高根類で教えてないし。いつ何時さ、この活動をしてないこうホロメ以外のさ人が来た時にでも名前を言わないようにさ、高根類にはしてないからね。あら、アレクサ私の家にもいるわよ。え、あなたの家にアレクサがいるの？嘘でしょ。私の家にアレクサが2台もいるのよ。あなたの家にアレクサなんて絶対いないと思うわ。俺の横で寝てるよ。お黙り。何の話これ、何これ、これ面白い何このアレクサ劇場。